視聴ありがとうございます。8bitチャンネルのビアンです。このチャンネルでは戦車や車に関する情報の動画を投稿しています。よろしければ皆さん最後までお付き合いください。今回はですね、田舎の戦車屋さんから、販売されておりますクイックディテーラーなんですけれども、前回というか以前私の動画で究極進化したもう最終形態みたいな感じの究極系みたいなクイックディテーラーで田舎の9人の最終バージョンみたいな感じのお話をしたんですけども、さらにバージョンアップしたということで、今度は名前がですね、田舎のオデッセイ、オデッセイだそうです。今回はですね、希釈して使えるクイックディテーラーということで、性能比較の方をしていってみたいと思います。さらにですね、フレグランス、これがね、香料が別売になってるんですよ。今回私が購入したのはフレグランスナンバーワンといって、ちょっとですね、不思議な香りですね。なんて言ったらいいんでしょう。オリエンタルな、スパイシーな香りもするし、甘めの香りもするし、東南アジア系って言ったらいいんですかね。私がね、よく行く、近所の、お風呂というか、スーパー銭湯みたいなところ のね、バリ島チックな感じのところがあるんですけれど、そちらの、オーシャンっていうお風呂屋さんなんですけど、そこの香りがします。はい、はい、ということでですね、こちらの田舎のオデッセイは、田舎のキュウリ前作と比較して大きな変更点としては、この、希釈ができるというですねと、香りの、フレグランスがね、別売で後入れできるという点、それとクイックディテーラーですので、汚れ落とし性能、洗車後の、汚れ落としや、コーティング性能ですね。1ヶ月、2ヶ月程度の、コーティング性能ですね。ツヤ撥水が、コーティングがかかるという、そういうものになってまして。で、前回の、田舎の QD からの変更点は、こちらの内容物にシリコンレジン潤滑剤カルナバロ T1 ブラジル産海面活性剤って書いてあるんですけど、この中に前回は香料が入ってたんですけど、それが抜いてあるということで、これ自体は全くの無香料です。ということで、まあ、香料を加えたら配合成分が変わるという考え方もありますので、まずは、こちらの無香料の状態の比較ですね。原液、今回希釈液を2倍希釈と、10倍希釈用意しました。こちらを、施工してみて、さらに、香料を入れた状態ですね。でこちら の原液をちょっと、香料入りを別で作る用のやつをボトル用意したので、これまずこのテストパネルで施工してみて、実写の方も試してみたいと思いますけれど、テストパネルで施工してみて3分割にこれを割ってですね、やってみて、その後、撥水とか耐久性、耐久度合い、性能を比較した上で、香料ありの状態っていうのも試してみたいと思います。それではやってみます。原液が多分おそらく一番まあ性能は高いというか弾くと思うんで、見分けがつきやすいようにするには、原液を真ん中にしましょうか。原液2倍。10倍といった感じで施工していこうと思います。なので真ん中に原液、こちら2倍10倍という感じで、ね、やっていきたいと思います。 よく振りまして、それぞれ 100ml ずつ、 100ml ですね、作ってます。10倍はね、ほぼ水を塗ってる感じです水ですねこれ。はい、続いてじゃあ、2倍いきましょうか。じゃあこちらに2倍いきます。10倍を施工するときよりも
若干滑りながら施工できるって感じですね。うん、一人の重さとかはあまり軽減される感じですね。うん、滑り性もあるかな。前作よりもなんか滑り性が高いような気がするんだけど、気のせいかな。はい。で、そうですね。続いて原液ですね。こちら。ちょっとこれスプレーじゃないんですけど、ピュッピュッと出る感じで。スリック製です。まず10倍のところ、10倍のところですね。うん。うん、あまり、うん、2倍ですね。10倍よりかはするかなって感じですね。うん。で次元気です。うん。滑り性についても、まあ、やっぱり原液施工。原液と2倍だとそんなに差はないかなという印象は受けます。はい。10倍だとさすがにちょっとね、薄まるかなっていうイメージですね。じゃあ、ツヤ感の違いを見ていきたいと思います。これが10倍、2倍と原液はそんなに差を感じないですね。10倍はまあ、うん、ちょっと薄いかなーっていう気がしますね。はい、2倍原液2倍と原液は、うん、大差感じないです。はっきり言って。10倍はやっぱちょっと薄いイメージですね。はい。といったことでですね、これも、ちょっと時間を置いて撥水の変化ですね、見ていきたいなと。それから、一回それを見て落とした後、香料の入りでどう変わるのかっていうのも見ていきたいと思います。田舎のレッスンを提供して30分ほど経ちました。で、これ真ん中が原液施工で、この左が2倍希釈、右が10倍希釈で、施工してあります。こちらのテストパネルね。で、これ今から撥水成分を見ていきたいと思います。まずは真ん中ね、原液2倍、10倍、違いが分かりますかね。原液と2倍希釈は大差ないです、10倍希釈はやっぱり撥水が弱いですね。はい、こんな感じですね。めちゃめちゃ撥水強いですっていう感じではないのかもしれないですけど、はい、でちょっと洗っていこうと思います。まずは中性シャンプーですね。10倍に希釈しています。10倍に希釈した中性のパーシャンプーです。落ちてる感ないですね。落ちてる感はないです。はい。もう一回洗ってみます。
がねあるということなんで、うん、押してる感はないですね。あ、ちょっとでも落ちたかな。ちょっと弱まりましたね。はい、でちょっとアルカリの、マルチクリーナーいきます。弾いてるな、うん、弾いてる感ある。落ちてるっていう感じはですね、皮膜は残ってる感じですけど、浸水になってる気配はないですね。むしろ2倍磁石は一番いいのか、これ10倍と2倍では2倍の方が明らかに下がるけど、2倍と現液ではほぼ下がる。サケクリナは外付け3だ、ね、でもマスキングのところが一番残ってるから、ただ完全に落ちてるって感じはしないですね。マスキングのところが一番残ってる感じですか。祈りさんで申し訳ございません。ここはマスキングのラインなんで、まだここだけでなんか粘着が残ってるけど、まあ撥水はほぼ取れちゃってるかなっていう感じがしますね。うん、皮膜は若干残ってるけど撥水は取れてる、まあ、そんなにそんなにあのものすごい抗体というのは感じですけど、それとある程度の体薬品でも若干期待できるかなって感じですね。はい、ではですね、先ほど夜間のです、香料なしの状態ですね、での水弾きと耐久若干見ていただきましたけれど、まあクイックディテイラーですので、まあ、ある程度耐久があるといっても、まあ、1ヶ月やそこらじゃないかなというふうに思いますし、まあ洗車のために使うっていうイメージでいくと、まあ希釈2倍ぐらいでもそんなに原液と差が出るというような印象を受けなかったので、2倍3倍ぐらいで使っても問題ないのかなという印象を受けました。ではですね、こちらに新ギミックの香料ですね、このフレグランスナンバーワンというのを使用していこうと思うんですけれど、で原液の方はですね、この、原液ボトルで、オデッセイ10倍ということで、こういうのですね、希釈液2倍10倍用意しております。でこの中に香料を一滴ずつね入れていって攪拌していこうと思います。まずは原液のところにね入れていこうと思います。でですね、キャップを外すとこういうふうに、ここがスポイトになってます。これで、押さえてスーッとこんな感じで入れていくと、ね、適宜入れていきます。結構香りしますね、これあの車のね方向剤のあの吊り下げ式のあのなんかプレートみたいなやつあるんですか、それに染み込ませても使えるたりも、あと何でしょう、自作フレグランスを使ったりしますね。
で、もう嗅ぎましょう。うわ、めっちゃ匂いするわ。一滴でマジで十分ですね。ついて2倍になるね。次に、この香料ありで試していきます。 10倍機、2倍機ですね。先ほどと同様です。施工した時と変化はないですね。スリック製見てみましょうね。10倍か、2倍希釈、2倍希釈いいですね。最後原液、2倍と原液だとそんなに変化ないですね。10倍だとやっぱちょっと効果は薄いなっていう印象があってですね。まあ希釈して3倍ぐらいまでですかね。こうその QD としての単体での効果をバシッと出す。なので2倍希釈でウェット施工するっていうのがいいかもしれないですね。はい、じゃあ時間を置いて撥水の方を見ていきたいと思います。はい、では田舎のオデッセイですね。こちらの水はじき見ていきたいと思います。香料を入れた状態で真ん中に原液、左側に2倍希釈、右側が10倍希釈という、希釈倍率になってます。では水をかけていきます。原液と2倍希釈だとさほど大差はないというか、ないですね。で、10倍希釈はやっぱりちょっと弾きが出ないかな。はい。まあ、重ねて施工していくと、撥水の方も強くなっていくんじゃないかなというふうに思いますね。こんな感じですね。皮膜の取れてる感はないですね。もう一回入れようかな。原液と2倍希釈はもうほぼ落ちてないというか、ほとんど大差はないけど、10倍希釈は撥水がちょっと弱い。そのイメージですね。そのままです。はい。まあ、シャンプーペーパー1回ぐらいでは、あれやらしいなと思います。アルカリ性のクリームです。原液と2倍希釈の方はアルカリ化学もそんなに落ちてないし、10倍希釈もそこまで発生が落ちてる感じじゃないですね。弱くはなってますけど。
2引きと2倍希釈はほとんど弱まってないけど、10倍希釈は結構弱くなったっていう印象ですね。ただある程度やっぱ耐性はあるなという印象を受けますね。その辺は香料を入れてもそこまで大きな変化はないかなと思います。はい、続いて脱脂力の強い食器の選択使います。これでも落ちてる感はないですね。うん、原液と2倍のところだとほとんど落ちてる感はない。だって、ある程度1日ぐらい置いた方が定着がいい感じがするんじゃしますね。うん、弱くはなったけど、落ちてる感ないですね。うん、非常に、まあ、コーティング性能としても優秀なのかなという。はい、それでは実写のボンネットに施工していこうと思います。で、現在の状態は、1週間程度前に、ミネットさんのベンガルリキッドワックスというスプレーワックスを、1回だけ施工してあるという状態です。で、その間少し雨が降ったりして、若干水染みがポツポツとついているというのが画面の方で確認いただけると思うんですけど、そこまでがっつりと汚れているという感じはありません。これを一旦、バケツ洗車ですね。水で濡らして少しだけ絞ったタオルで、少し拭く、びちゃびちゃタオルで拭くっていう感じですね。それで水拭きをしてから、田舎のオデッセイ2倍希釈の香料入りを施工してみました。で、今回この2倍希釈を、やったのは、テストパネルでやった感覚としては、2倍希釈で、やったのが一番最も効果が良く、さらにバランスが良いのではないかなというふうに思いました。そして香料ありの方で、施工してるんですけれども、香料なしと比較しても性能や品質の違いっていうのがほとんどわからなかったので、であるならば、せっかく香料を添加したのであるならば、香料ありの方で、使用した方がいいのではないかなというふうに感じて、香料ありの方で施工してみました。ではね、ツヤ感なんですけれども、一番最初に見ていただいた感覚よりもやはりツヤの方がかなり増してるんじゃないかなというふうに思いますね。かなりボンネットの映り込みが高くなったというのと、なんか透明感と奥行きが増したって感じがしますね。これ未施工のフェンダーとちょっと比べていただいたんですけど、それとも段違いだというのがわかります。で、ここでちょっと水染みが、汚れがね、まだ残ってましたんで、これをちょっとね、やってみます。水拭きして田舎のオデッセイ2倍希釈をかけて拭き取ると、まあ、洗浄力という部分でも、しっかりね、強いんじゃないかな。2倍希釈でも十分な、性能を発揮していると思いました。最後に下地にスプレーワックスなどがあった状態での水弾きの状態ですね。かなりいい撥水としてはいい感じではないかなというふうに思いますね。まあ、単体施工するよりもクイックディテイラーという部分を考えても、スタンドアロー単体で施工するよりかは下地に何かしらあった方が良いというふうな、ことを想定して水をかけています。といったところでね、今回の動画は以上となります。田舎のオデッセイなんですけれども、業界初新たなギミックを、携えたクイックディテイラーというふうなことでご紹介させていただきました。まあ、私としては、まあ、香料あり2倍希釈で使うのが、一番私にしっくりきたので、それぐらいがいいんじゃないかなというふうに思います。といったところでね、最後に、すごいね、いい感じのツヤ感の見ていただいておるんですけれどもね、まあ、夕方になるとかなり綺麗に見えますよね、やっぱり。といったところで、今回の動画以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ご意見コメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。